ではまずモデルさんの髪のビフォーについてどんな状態だったか、カットとあと色について教えてください。もともと多分8レベルぐらいの、オレンジブラウンだったんですけど、でカットは結構量が多くて、ちょっと量が増えてたのと、あんまり段が入ってない感じと、こうトップの動きがない感じの長い感じだったんで、ちょっとレイヤーとその辺をちょっと入れてみました。ではそこからまず、先にやったのカラーですね、はい、カラーはどんな風に変えたんでしょうか。カラーはパープル系の、13レベルのパープルと、10レベルのちょっとピンクを、はい、でちょっとトーンアップするような感じ、透明感が出るような雰囲気で染めました。はい、パープルとピンクをミックスして使ったっていうのはどんな効果があるんですか。じゃあ黄ばみを消えたりとか、肌が綺麗に見えるような感じの、白っぽく透明感があるような形に見えるような感じになってます。はい、全体ワントーンというか同じトーンで、はい、はい、ではカットについて、どんな風にカットされたか流れを教えてください。レザーで全体的に毛量を取っていくような感じで、間引いた雰囲気で、カットしていきました。でちょっとずつなんかレイヤーが入るような雰囲気でちょっとやってみました。レイヤーを入れたっていうのは どのあたりにどういうふうに入れたの。ミドルから表面にかけてちょっとレイヤーを入れていくような感じでカットしていきました。レザーでちょっと動きが出るように、硬く見えないような感じで間引いて、柔らかく見えるような雰囲気でカットしました。顔周りの作り方とかどうなるか。顔周りはちょっとポイントをちょっと出したくて、顔周りにちょっとこうフェイスレイヤーを入れて、耳たぶのところの長さでちょっとブラントにちょっとデザインを入れたような形になってます。ではスタイリングについて教えてください。はい、全体的に内巻きにブローして、ちょっとボリュームが出やすいところはストレートアイロンでボリュームを落として、で最後にバームを全体的につけて、前髪のちょっとこう束っぽいのを作りたかったんで、アフターオイルをつけて全体的にコームで溶かして仕上げてバランスを整えました。ボリュームが出やすい部分っていうのはどの辺だったんでしょうか。鉢とこの後ろのこのボンドコバあたりですかね。そこだけ、ストレートアイロンで押さえて、今回のスタイルのこだわったところですとか、こういう女性におすすめしたいっていうところがあれば。やっぱり顔周り のレイヤーをちょっとこうポイント効かせたのと、あとこの耳たぶのラインになんていうのブラント感を出したようなデザインがちょっとポイントですかね。あとは襟足までつながってくる、顔周りから襟足までつながってくるようなデザインを意識しました。どんな方におすすめしたいですか。結構幅広くちょっとおしゃれな大人系の方とかにちょっと挑戦してもらうといいかなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。